今日はハードオフの話、ハードオフの話っていうか、なんかちょっと楽器業界のなんか話も兼ねてはいるんですけど、まあちょっと前振りとして、自分バイクの免許を1年ぐらい前から、まあこれ書いちゃってることではあるんですけど、まあそのブログプラス、なんかバイクと勝ったな。まあいいや、はい、ブログプラス YouTube のこの言葉も、ちゃんとしたこの喋りも踏まえて内容をこう語ろうかなって思うんですけど、1年ぐらい前からこうバイクの免許取ってこう地方にツーリング行った時に結構ハードオフが多いんですけど、そのハードオフをよく行くようになったんですよ。昔は結構暇だったからっていうのはそうなんですけど、昔は結構時間っていうかもう暇だったから、まあ、いや、はっきり言おうか。暇だったから、なんかこの、まあ仕事がなかったわけで、こう、ハードオフ行って、なんか直せそうなやつを買ってきて、直して売ったりとかしてたんですよ。もう今はやってないですけどね。もうそういうのが売ってないから。だからそういうことして行ってたんですよ、昔は。で、今もう改めて、もう何年ぶりかな、多分、もう4、5年ぶりになるのかな。だから結構ハードオフ、久しぶりに行ったら結構いいなって思ってて、なんかツーリング行ってる時に見つけたら結構寄るような感じになってるんですけど、それで気がついたことが、ハードオフの楽器コーナーって、もしかしたら楽器屋よりもいいんじゃないかなって思いつつ、それをまたブログに書きつつ、で、これじゃあハードオフに楽器屋負けるよねっていうことも言いたいのを言いつつ、楽器業界そろそろ変わろうぜ。ここで噛んじゃったの。楽器業界そろそろ変わろうぜっていうのをなんか、まあ私個人がこう言ったところでどうにもなんないとは思いますけど、まあ何かしらのこの風が吹けばいいかなっていう体で話をしたいと思います。まあブログに、しかもこのブログ書いたのついさっきなんですけど、いや、この書いた今の状態が一番このなんか質が高いこと喋れるかなと思って、今すぐ撮ろうと思って。台風で予約全然入れてなかったから、今日っていうかまあ昨日今日すげえガラガラなんですよ。15、16に台風当たるっていうから、なんか営業できなくなっても嫌だなと思って、その予約入れてなかったら全く影響なく、めっちゃ暇っていう。まあ暇だから暇なりにいろんなことしたんですけどね。だそのまた、ハードオフにまた行き着いた話でも、あ、長いかな？めんどくさいですかね？こういう話聞くの。いや、15日に、この、暇だったから、この、工房にある、この、いらないもんっていうか、これ持ってても絶対使わないなってものを、もうとりあえずもう処分しようと思って、で、まあ、ネットで調べた、その、業者っていうか、リサイクルショップの業者に、なんかもう電話一本で即日持ってきてくれるってやつ見つけて、持ってかしてから、なんかこういうサービスがあっていいなと思って、で、ハードオフに行ってるのとこれまた結びついて、あ、こういう記事書こうかなと思って、この記事書いたのが始まりなんですよね。まあ、どうでもいいっすね。はい、じゃあ始まりましょうか。で、これは今話した内容なんですけど、そのさっき話した昔のハードオフってすごい良くて、なんでかっていうと楽器のことよく知ってなかったから、その当時はですよ。今は違いますよ。当時って、音が出ないだけでジャンク品とか、例えば、なんか中で配線が切れてるとかで、いくらだろうな、まあ、2、3万とかで売ってるような楽器が、なんか1000円とか2000円でジャンク品とかで売ってたんですよ。この線が切れた線をつなげたら音出るとかでもう普通に治る状態になっとかでも、よくわかってなかったみたいで、もう音が出ないっていう理由で1000円とかで売ってたりとか、そういうのを買っては直して売ってたんですよ、自分。もう5年、4、5年ぐらい前ですけど。だからもう仕事がなかったからハードオフに行ってギター直して売ってたんですよね。まあ今はやってないですけど。で、そういうふうになんかこういうのも、なんていうんですかね、昔は知ってる人は得したっていう場だったんですよね。だから、なんか、そこそこ知識があれば、あ、これ、壊れてるとはあるけど、これ、ここを直せば簡単に直せるだろうなっていうものが見つかれば、それか、安く買って直して使うとか売るとか、そういうことしてたんですよ。ただ、最近は、なんか、店舗のスタッフがすごい、なんかこの、検品というか商品に対する知識がすごいみたいで、なんか、ジャンク品とか、あとその状態がよろしくないところの説明とか結構詳しく書いてあったり、それに、対するまた値段付けがすごい絶妙なんですよね。
まあこれいい話かわかんないですけど、例えばまあこうやって知ってる自分がこの値段見ると、直す料金とかを踏まえて考えてもすごいいいとこつくよなっていうのがあったりするんですよ。だから買えないんですよ。どういう意味かわかります？直したところでトントンかなって思うんですよ。だその辺がすごいなんか絶妙なとこついてくるよなって思うんですよ。だから直して使う分には、すごいいい価格設定だなって思うんですけど、直して売るんだったらちょっとなんか、あんまり得はしないかなっていう値段設定だったりするんですよね。だからよくこの辺なんか分かってやってるよなって感じがするんですよ。まあもちろんその辺知識あるからだと思うんですけど。で、そういうのを踏まえて思うことは、結構楽器屋の人たちよりも知識あるんじゃないかなって思うんですよ。楽器屋そういうことあんまないですからね。